そしてあのね戦車動かして出てきたリフトのところまで戻りまして、その前にね、アイテムちゃんとね整理しておきましょう。まあこんだけねのんびりアイテム整理してもね5時間どころか4時間切れるんで、はい、たっぷり時間があるなと、あの道順だけちゃんと覚えておけばっていうのを覚えておけば余裕ができます。でね、こっちの奥のこの扉にあ申し訳ないです、ハルバートを使いましたら南極に行くことができます。はい、でねこの扉開けるとすぐにね敵がいますんで、触手がね、はい、6発撃てば倒せますんで倒しましょう。で最初にね所長室アイテムボックスの部屋ですねに行くわけですが、その前にねちょっとここに立ち寄りしていきます、立ち寄りしていきます、立ち寄っていきます。で、クレア編でね、見つからなかったんですけど、はい、ここでグレネードがあるんで回収していきましょう。でこれ回収しましたら階段を降りまして、はい、所長室、ここにねハルバート使えるとこがあるんでハルバート使いましょう。するとね、ペーパーウェイトっていうね謎解き用のアイテムがありますんでちゃんと取りましょう。ねこのペーパーウェイトの6面まあ全部とは言いませんけどね、まあ一応謎解きのために覚えておきましょう。まあ、一応アイテムのね整理をしますということで、でからの消火器、まあ、今じゃなくてもいいんですけどね、まあ、一応持っていきますと、ね、このからの消火器やっと役立つよっていうね。でここ、機械室、ね、上上がりまして一気に機械室まで行きました。でこれでバルブを回収しましょう。氷が張ってるんでね機械室からバルブ取れますんで、ちょっと予想通りと言いますかゾンビが動きますんで、まあ、適当に、はい、あしらっちゃってください。で機械室から出まして次は金属加工室、これにね、クリア編で取れなかったアイテムジュラルミンケースが取れますんで必ず回収してください。このジュラルミンケースの中はね、キーピックで開けるんですが、これはあのマグナムの弾が入ってますんでねちゃんと回収してください。であと次ショットガンの弾、はい、回収しまして、もうここには用はないです。でここ出まして、でここも氷張って移動することできますんで、はい、一個奥のこの扉ですね、この扉に入ってください。でまあ入ったら機械直前というかね直後にね機械が反応してハンターが出てきます。まあ私は無視しますけどね今。でこの部屋に入りまして、ここはねまた謎解きというかね、あの右の水槽の中のアイテムを取るためにまた戻ってきますから、このタイミングじゃなくてもいいんですけど、まあ、一応消火器使っておきます。
ね、消火剤の詰まったね、この缶が出てきますんで、消火からの消火器に詰めましょう。で、消火剤詰めましたら、ここのね、リフトから下に降りました。はい。で、これ下降りたら武器庫に繋がってます。ね、武器庫。ここでね、火が燃えてますので、ここで消火器を使ってあげてください。そしたらね、はい、念願のマグナム。はい。ガッチに入ります。ね、この奥にライターで、ね、鍵開ける謎解きもあるんですけど、ハンドガンの弾が3つなんで、やりません。はい、マグナム取りましたら、すぐにまあね、ささっと外出て、さっき反応しましたね。機械。そのハンターいますんで、倒してください。で、エレベーターに乗りまして移動します。で、すぐ向かいのね、扉の方に行きまして、まあ、電力を回復させるわけですが、私はね、先にこっちの方の敵を倒します。なぜかって言ったらね、この動画撮るために、明るさをね、見やすさの重視のために明るさ上げてるんですよ。で、その明るさのまま電力を回復させてしまうと、全体がね、白くなって何が何だか分からなくなるんで、先にね、見やすいうちにアイテム回収と敵倒すをしときます。まあ、皆さんはね、先に電力回復させてあげれば OK と。で、この部屋に入りまして、ここにね、八角バルブハンドル使いましょう。そしたらね、通電ユニットですか、これですね、これがシャコンとはめまして、はい、こちら側のね、レバーを上げてあげると、そしたら電力回復します。で、この部屋にね、アイテムボックスがあるんで、アイテムのね、整理も忘れずに、マグナムはまだいりませんので預けたりね、ジェルミンケース預けたり、で、最終的にね、こんな感じになりました。はい、こんな感じですね。で、今から、ね、先に進むわけですが、見にくいですね。一応さっきゾンビ倒した通路行きまして、このね、扉電動式、さっきね、電気を通したんで開くようになってます。で、ワンでも見たことあるような光景がありまして、はい、まあ、ショットガンの弾だけでいいでしょう。ハンドガンはもういらないんで。でね、この像は1とは違ってね、あそこのひび割れのところまで押してあげれば、ね、あの水がめの中に入っている地図は手に入るんで。はい、これで OK と。ちょっと荒っぽいですよね、1と比べると。で、このままね、奥に進んで、ここね、虎のね、目玉、宝石取りましたら回転しますんで、ソケットと、マグナムの玉、回収していきましょう。でね、必ずね、ソケットとマグナムの玉をね、取った時にね、両方とも宝石がはめたままで、元の状態に戻すっていうのもね、気をつけてください。で、元に戻しまして、でね、さっき取ったソケットはね、
八角バルブを四角バルブにするっていうものなので、はい、組み合わせて四角バルブハンドルにします。そしてこの扉に入って合図のとこまで行きますと。